どうも、ティーポーンです。2021年7月、もう半ばですけれども、いよいよ今週からですね、2020、東京オリンピックが始まりましたね。まあ、開催直前でですね、いろんな不祥事が重なりましたけど、まあ、いろんな意味で、こう、世界からちょっと注目を受けられている、オリンピックなんじゃないですかね。まあ、いずれにしろ、まあ、4年、今回は5年かもしれないですけど、参加する選手が頑張ったものが成果として出るオリンピックになるといいですね。僕もちゃんと応援しようかなと思ってます。今日の動画はですね、ちょっとアウトドア、それから旅行にですね、非常に便利なサブバッグをちょっと一部紹介しようと思ってます。僕結構ですね、バッグを集めるのが好きでですね、特にまあキャンプとかですね、旅行の時にまあコンパクトに収納できるパッカブルのバッグ、まあいわゆる一般的に言うとサブバッグですよね。メインのバッグとは別に持って行って、ちょっとした時に出してですね、使えるようなバッグをサブバッグっていうんですけども、こういうものをいくつか持ってます。で、今日の動画はですね、その僕が持っているサブバッグの中から、おすすめのですね、4つをちょっと紹介する動画を作っていこうかなというふうに思っています。まず1つ目のバッグです。じゃん。これですね、今収納形態、いわゆるパッカブル状態になってますけれども、これブランドで言うとですね、これはあんまりちょっとメジャーじゃないんで聞き慣れないかもしれないんですけど、チコバッグっていうブランドになります。で、チコバッグから出てるですね、トラベルパックのリペットっていうシリーズになります。で、これはですね、僕がいくつも持ってるサブバッグの中でも結構古くから使ってるバッグなんですけど、で、このチコバッグっていうブランドはですね、アメリカのカリフォルニア州かなの、チコタウンっていうところで、作られているバッグなんで、チコバッグなんですね。で、これリペットって書いてある通りにですね、まあ今SDGs とかサスティナブルとかっていうことが非常に騒がれている世の中ですけども、これもですね、リサイクルペットボトルを、原料にしたポケッタブルのバッグになります。で、ちょっとこれ中身開けていきますが、で、ちなみにですね、外装の部分としてはここにタブがついてるんで、これは僕が自分で付けました。こういったカラビナを2つ付けてですね、バッグとかにこうくっつけられるようにしてるんですね。で、実際開けてみます。よっ。そう、僕がですね、持っているサブバッグ、まあ、こういったポケッタブルのバッグっていうのはほとんどリュック形態です。で、まあ、なぜかというとですね、僕はこういうサブバッグって旅行でももちろん使うんですけど、結構主にやっぱりキャンプで使用することが多いんですよね。で、キャンプでサブバッグって何に使うのって思われる方もいるかもしれませんが、実際にですね、テントを建てて拠点を建てた後に、例えばその辺を散策したりとか、食材を買いに行ったりとかっていうのは、やっぱりキャンプの道具が入っているバッグをそのまま持っていくわけにはいかないんで、こういうサブバッグは実は必須になるんですね。で、そういった部分で言うと、登山、トレッキングとかも同様で、結構こういったサブバッグの需要は高いと思います。で、このチコバッグに関してはですね、日本で言うと A&F かな。A&F で取り扱っているようなので、もし興味があるようだったら見てみてください。で、これ、使用的には非常にシンプルな形です。ファスナーで、これをオープンにして、このような形で、中の仕切りとしてはですね、一つこういった仕切りが一つありますが、それ以外としては非常にシンプルな作りになってます。で、この表側の部分にも、これは実はですね、ポケッタブルで収納していく用の袋っていうのを逆側に利用してこうポッケになるようにしてあるんですね。で、あとサイドのところっていうのはストレッチのメッシュで、ここの部分に関してはですね、結構強度のあるゴム、しっかりしたゴムが入っているので、こういったところにペットボトルとかを入れて持ち歩くことができます。で、裏側のショルナーの部分に関しては、こういったいわゆる肩ずれを防止するようなバックルというのもきちんとついています。この部分もこの間で距離で調節が可能なようになってますね。で、意外とですね、こういったサブバッグってこれがついてないこと結構多いんですよ。で、そうするとですね、結構ずれてきたりするんで、これが結構実は必須になってくるんですね。で、
ショルダーの部分に関してはですね、通気性がいいように裏側メッシュになってます。これも非常に重要な機能ですね。夏場こういったサブバッグを担ぐと結構やっぱここの肩の部分っていうのが非常に熱くなるんで、こういったメッシュ仕様になっているのは非常にポイントが高いですね。で、これ重量としてはですね、204g ぐらいです。で、大きさ、サイズ的な部分でいうと15リッターといったサイズですね。結構僕が持ってるサブバッグの中では結構小型な部類に入るかなというふうに思います。で、収納の仕方についてです。まあ、先ほど説明したこのフロントのファスナーを開きまして、でこれをひっくり返してやるとですね、収納用のこういったポケットタブのパックになりますんで、まあ、丁寧にやるやり方もあるんですけれども、基本的にはこんな形でですね、内側にどんどんこう、折りたたんでやるようにしまっていくんですね。この辺も非常に、しまいやすいです。よいしょ。まあ、バッグのサイズでいうと15リッターぐらいなんで、もともとのサイズがこんなに大きくないんで、まあ、こんな形で簡単にしまえるわけですね。結構これも愛用しています。まず一つ目がですね、このチコバッグから出てるトラベルパックのリペットっていうシリーズを紹介しました。では二つ目のサブバッグを紹介します。これから紹介するバッグは僕アウトドアには正直持って行ったことはないですね。どっちかというとタウンユースもしくは出張旅行とかに使用することが多いです。2つ目のサブバッグはこちらになります。じゃん。多分結構好きな方も多いんじゃないですかね。パタゴニアです。パタゴニアのですね、ウルトラライトブラックホールトートパックっていうのの27リッターってやつですかね。結構大きめだと思います。先ほどのチコバッグとちょっと比べてみても分かると思いますけれども、一回り大きいですかね。じゃあ早速ちょっと中身を開けていきましょう。で、中身はですね、この裏側の方にこういったファスナーがついてます。で、この部分にはですね、こういった持ち手がついてます。で、これスナップ形式になってまして、ここでこのスナップも取ることができるんですけれども、こんなようなシンプルな仕組みになってますね。じゃあ早速中を開けていきます。ちなみに僕が今日紹介する4つのバッグの中では一番しっかり多分これが縫製というかですね、縫製されているバッグですよね。まあさすがパタゴニアって感じですけど、こんな形のトートバッグになります。これもシンプルですよね。で、口の部分に関してはですね、まあ、先ほどのこの入っていた袋っていうのはこの内側に入ってくることになるんですけども、これも同様にこういった形で内ポケットとして使用することができるわけです。この部分ですね、はい、こんな感じになってます。で、その中側の部分に関しては他に仕切りはありませんが、一つ特徴的な部分が分かりますかね。ここの部分にですね、こういったバックルがついてるんですよ。要は中身をこう落下するのを防止するように、こうストッパーみたいな形の意味でついてるようなやつですかね。こういったものがバックルがついてたりします。で、この上の部分に関してはファスナーでこういうように閉まるようになってまして、さらにこのスピンドルですね、このスピンドルでキュッとこう締めるようなこともできるわけです。こういったトートバッグですね。で、このトートバッグのこのショルダーの部分に関しては肩で、男性でも肩にかけれるぐらいの長さあるんで、僕は結構このトートバッグで使っていることが多いですかね。で、トートバッグで使っていることが多いという表現をした理由がですね、実はこれ裏返しますと、じゃん、なんとですね、ポケットタブルのサブバッグにもかかわらずですね、こういった形で、よいしょ、なんとですね、これリュックにもなるんですよね。これはやっぱり非常にいいですね。用途に応じてですね。で、これちなみに下の部分っていうのはここに穴が開いてまして、ここからこのですね、テープを出すんですね。で、これをここにつなげてショルダーにすると、
そういうことができるんですね。非常にいいです。でかつですね、これも先ほどのですねチコバッグと同様に、要はずり押し防止用のですねこういったバックルがくっついています。もうだからオールありの製品ですね。その分若干重かったりもするんですけどね。よいしょ。大きさで言うとですね、これ、縦の長さがだいたい40センチぐらいです。で横幅が27センチぐらいの、奥行き、ここの町の部分っていうのはだいたい21センチぐらいですかね。で容量で言うと27リッターって感じです。なので先ほどのチコバッグっていうのが15リッターだったのに関して結構大きめのバッグになってます。でただ残念なのがですね、これ一つ欠点があって、基本はですねこれレディース向けなんですよ。でもちろん男性が背負っても全然問題ないサイズなんですが、ここのショルダーの長さの部分っていうのがですね比較的短いので、男性が背負うとですねかなりここの部分を伸ばさないとこのショルダーの部分が上に上がってしまうっていうことになるんですね。でそうすると何が不便かっていうと、せっかくですねこのずり押し防止のこういったバックルがついてるにもかかわらず、これが首元の近くに来てしまうっていう実は欠点があるんですね。ここがもうちょい残念になったところですかね。こんな感じになるわけですよ。でここに首があるような感じなんですね、男性が背負うと。女性は非常にいいんですよ。女性のサイズはいいんですけど、このですねバックルがこれ以上残念ながら下に行かないんですね。なのであんまりこれを使うことができないっていうような欠点が実はあります。まあこういったちょっと欠点もあるんで、僕は比較的このバッグはトートバッグとして使用することが多いですかね。結構ビジネスでも使えるんで、これは働くお父さんにもおすすめできるような一品じゃないかなというふうに思います。でちなみに収納するときです。で収納するときに関してはファスナーを開けまして、この内側のバッグのところですね、このファスナーも開けます。で先ほど言った通りこれをひっくり返してですね、こう収納袋が出てきますので、それに合わせて形なんですけども、こういったリュック形式になっている場合っていうのは、まあ、このままでもいいんですけど、僕はあんまりリュック形式のまま使うことが少ないので、このショルダーはですねこの中にしまっておきます。よいしょ。あ、でこれちなみにこういったマジックテープになって中はですねなんか物を入れれるようにもなっているんですけど、僕はこのショルダーを収納しておくようにこんな感じで使ってますかね。よいしょ、こんな感じで入れます。でこの部分に関してはここに穴が開いているので、まずこいつを真ん中に入れまして、ここから引っ張ってきて内側でバックルを接続してやって、でここマジックテープになってます。ここマジックテープになってますので、このマジックテープで固定して留めておくと。そうするとですね、ポケタブルで収納がしやすくなるんですね。よいしょ。で、しまうときはこれをこのバッグの幅にですね、あらかじめこう調整しておきながら折りたたんでいきます。あ、逆でしたね。失礼しました。こっち側ですね。こっち側に折りたたんで、2回ですかね。2回でこれをくるっと回すような形で中に入れてやります。でこういったポケットタブルバッグって慣れない方は結構収納が難しいとかっていう方いるかもしれないんですけど、ポイントはですねこの最初の袋を、これをちゃんときちっと角を出しておくことが綺麗に畳むコツになるかなと僕は思ってます。人によってちょっと違うこと言うかもしれませんが、できるだけですね、このバッグの形、要は収納していく形をイメージしながら、事前にきれいに畳んでおくことが結構ポイントですかね。そうするとですね、無駄なくこう、しまうことができます。よいしょ。で、こういったサブバッグというか、ポケタブルバッグはですね、特にこのパタゴニアのやつはいろんなバックルがついてたりするんで、結構分厚めですかね。そこそこな感じですけども、こんな形ですかね。こんな形に収納ができるわけです。2つ目はですね、パタゴニアのウルトラライトブラックホールトートパック
の27リッターの紹介でした。